これを早くしてもらった方がいいです。で、上げた時に当然指と指の隙間は寄せてます。足が強くないと打てない。変形してるやつは重心は来るわ、変な体勢で打つわ、かばいかばい しながら打ってるから、まっすぐ軸がしっかりしてない。だからこんな格好して打てない。たらあこいつ足崩れてるってすぐ分かる。だからこう体幹しっかりしようとかしてるけども、あ接触するとこの子弱いよねっていうのは日の丸組でもいっぱいいる。そうじゃなくて、こういう状況の時に並走してきたやつをボール外しながらこうブロックしたから。